昭和2年に撮影された芥川龍之介と菊池博史です。この年、芥川はぼんやりした不安という言葉を残して自殺します。誰もまだ自殺者自身の心理をありのままに書いた者はいない。君は新聞の三面記事などに生活難とか病苦とか、あるいはまた精神的苦痛とか、いろいろの自殺の動機を発見するであろう。しかし僕の経験によれば、それは動機の全部ではない。のみならず大抵は動機に至る道程を示しているだけである。少なくとも僕の場合はただぼんやりした不安である。何か僕の将来に対するただぼんやりした不安である。優があんまり寝てなかったもんですから、でもまあ大丈夫です。あんた昨夜からこちらで、昨夜もちょっとあのお喜びに伺いまして、あの川端さんはいつ拝見してもですね、うん、あのお元気だかどうだか分からなくて、実はお元気なんですね、うん、ですから今度もね、こういう騒ぎの中でも拝見してると私非常に安心しておりましてね、あのこの調子なら川端さんも実にお元気だなと。そうですね、まあ、あの作品の上でもそうだけど、力のセーブの仕方、力の出す場所はちゃんと心得ていらして、ね、無駄はなさらない、生き方全部がそういうような感じがして、その力の点でさっきもね、私考えておりましたんですが、あの川端さんは一番ですね、あの力をこの入れないで力をお使いになるっていう芸術上のコツをね、ご存知の芸術家じゃないかと思って、これはねもうあのちょっとガテン性かもしれない、剣道でも一番強いタイプですね。そうですか、そうでしょうね、もう無構えの構えですね、この作品でも川端さんのご生活でも、そういうところはもうとても真似ても真似られない、あのものだと思います。まあ力を入れるとか入れないとかって、怠け者ですからね、力入れて時間がないんじゃないですか、もう、力を入れようってもう自分にはもう済んじゃってるんです。そうですか。いや、済んでると、それで作品がそこでも出来上がってるって素晴らしい、だから一つも出来上がってないんですよ。なんかね、昨日おとといですか、スウェーデンの人、新聞社に来て、まあ勢いとかね、こととか、全場中でも、まあ、読んででしょうか、まあこれから始まるようなところで終わってますわね。うん、まあそういう傾きはどのさんにも、このやはり、あの構成のですね、ある意味で、非常に流れるような構成であると同時に、どこが始まりか終わりかわからないっていうものの新しさがね、あの私は西洋の人たちもだんだん目が覚めてきたんじゃないかと思うんです。もう必ず起承転結っていうのも飽きておりますしね、でこの今花が開いたところで終わるっていう終わり方ですね、あのそういうものが非常にあのよく分かってくれたんじゃないかと本当に思いますですね。で日本文学ってものが、私はどうしても今までこの一つの、島の孤立した言語の中で営まれてた世界だと思いますし、それなりのもう目の積み方、洗練された方も非常なもんだけども、それの一番目の積んだ一番洗練されたものがですね、こうやってノーベル賞をね取っていただいたってことは、どんなにその日本人勇気づけられるか分かんないと思います。そうですね、